ジャノメチョウ赤は、名タテハ縦ョ長カ内の一つの分類単位。日本ではその中の一種ミノアドリアスに、ジャノメチョウの標準和名が与えられている。ジャノメチョウ赤は、ジャノメチョウカという独立した都賀で扱われることもある。南極大陸を除くすべての大陸に分布する。熱帯に生息する種が多いが、中には、厳しい環境の鉱山地帯に生息する、高根日陰や、 ベニヒカゲのような種もいる。成虫の全子長はどれも2から6センチメートルほどで、腸としては中型の部類に入る。前足が大化して短くなっているが、これは縦波長化に共通する特徴である。蛇の目の和名の通り、羽に目玉模様を持つのが特徴で、種類によって模様の形状、数、配置が異なる。羽の地色は黄色、褐色、黒など、 蝶にしては地味な色が多いが、熱帯地方には青、白、赤などの模様が入った派手な種類もいる。また、スカシジャのメルイは、羽が透明である。森林や草丈の高い草原など、日陰を好んで飛び回る種類が多い。花にもやってくるが、花よりも腐った果実や樹液、動物の糞などを好み、これらにやってきて汁を吸う姿が見かけられる。 基本的に人の気配に敏感で、人が近づくと逃げてしまうが、ヒメジャの目など、中には人家に侵入するケースも見受けられる。幼虫は竹や笹を含む、稲科植物を食草とするものが多い。幼虫は、頭部と尾部に突起があるが、他の縦破蝶類と違って、体には長い毛や突起がなく、細長い芋虫形をしている。サナギは水溶型で、尾部の鍵状器官だけで、 逆さ釣りになる。243族、約1750種が分類されており、名前のついていないものを含めると2000種を超えると、見られる。また、族の区分についても研究者によって説が分かれる。首都ヘアリアズエスメラルダハイテリニスカシジャノメルイなど、薄いロコノマチョウ、クロコノマチョウなど、ありがとうございます。